モブセス・ハコビアンは、アルメニア共和国の軍人、政治家。第7代アルメニア共和国軍参謀総長。アルサフ共和国のアルカジーク・カッシャン政権及び、バコサ・ハキャン政権で、第3代国防省を務めた。アルサフ共和国英雄。1965年2月4日に、アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国ナゴルノ・カラバフ、自治州チャルタルで誕生する。 1982年に、チャルタル中等学校卒業後、IS コーネ不明症アルマータ高等、諸兵科式学校に入校した。1986年から1987年まで、ソ連地上軍、ザカフカーズ軍管区の第553自動車火狙撃兵連隊の不評省隊長を務め、アフガニスタン紛争中にはアフガニスタン、中流狙撃兵中隊の副中隊長として、 従軍した。1988年にアフガニスタンから帰還後、ザカフカーズ軍管区の第366自動車火速撃兵連隊の中隊長となり、ソビエト連邦の崩壊後の1992年3月に同連隊がステパノケルトから撤退すると、ハコビアンはナゴルノカラバフ国防軍に入隊し、ナゴルノカラバフ戦争に参加した。ナゴルノカラバフ戦争では、 マルトゥニ、アスケラン、アグダラ、アグダムでの戦闘に参加し、少なくとも3回負傷した。2000年3月14日に、少々昇進、2002年7月24日に、ロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを卒業後、アルメニア国防省顧問に任命され、2003年7月には、ナゴルノカラバフ国防軍初代、副司令官兼参謀総長に就任した。 2007年5月11日、アルカジーク・カシャン大統領から、セーラン・オハニャンの公認として、国防省圏国防軍司令官に任命され、5月25日に、中将へ昇進した。2015年6月15日に、アルメニアのセルジ・サルキシャン大統領から、アルメニア軍副参謀総長に任命され、2016年5月20日に、アルメニア国防副大臣任命後、 10月3日にはアルメニア軍参謀総長に任命され2018年5月24日まで務めた2017年12月30日に上級大将へ昇進2019年11月19日からアルメニア国防省軍事統制部門の責任者となっていたが2020年9月のナゴルノカラバフ紛争に伴う停戦合意後の11月18日に辞任した ありがとうございます。